でもファン待望のですね、ファースト写真集リベルテが昨日の3月24日に発売されまして、はい、本日イベント開催を迎えました。今の現在率直なご感想をお願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。率直な感想、二十歳の瞬間をこうして写真集にできたことがすごく嬉しいですね。あとはこうしてファンの方と直接お会いできる機会がなかったので、初めてなので、すごいとても楽しみにしてます。ありがとうございます。今回の写真集、改めてですね、いつ頃、去年だと思うんですけど、いつ頃、どちらで何時間ぐらいかけて撮影されたんでしょうか。去年の5月の沖縄で3日間撮りました。はい、ありがとうございます。その時のですね、撮影時の思い出に残るエピソードがあればお聞かせいただけますか。ご飯をいっぱい食べました。3日間沖縄行ってたんですけど、写真集を見ていただければ分かるんですけど、はい、写真集を見ていただければ分かると思うんですけど、ご飯食べてるカットもすごく多くて、それ以外にもずっと食べてるのが思い出なんですけど、あとは海がすごい綺麗でした。ありがとうございます。先ほど、セッションでお気に入りのカット見せていただいたんですけども、あのカットを選んだ理由を教えていただけますでしょうか。なんだろうな、自分らしい一枚になってると思います。普段の、なんだろう、笑顔の写真を選んだんですけど、一番自分らしいかなと思います。ありがとうございます。今回のファースト写真集のタイトルがリベルテ、ファーストの自由だと思うんですけども、タイトル何か選んだ理由などありますか。リベルテは自由解放という意味なんですけど、今回の写真集の、なんだろう、見たら自由さが伝わると思うんですけど、一番自分らしいなってピーンってきました。はい、ありがとうございます。でおっしゃるから最後の質問となります。今回の写真集、ご自身で写真点数をつけるとすると何点になりますか。その理由もお願いいたします。はい、95点理由は、なんだ、100点って言いたいんですけど、あとの5点は見た皆様に出していただいて、自分的にはすごい二十歳の自分らしい一冊ができたと思ってます。ありがとうございます。ではマスコミの皆様からのご質問を送らせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ファスト写真集おめでとうございます。ファッション誌とかの撮影とはまた違う感じだと思うんですけれども、撮影いかがでしたか。やってみて実際に素で撮影できましたね。二十歳の自分をやっぱり残しておきたかったので、素で楽しみながら普段の感じで撮影しました。本のタイトルも自由っていうことで、多分ファッション誌だとこうでああでっていう指示があるのが、多分もう少しラフに撮っていったと思うんですけど、それがやりにくさとかなく逆に伸び伸びできたっていう感じですね。そうですね、やっぱり今回メイクさんもスタイリストさんも仲いい方で、すごい楽しく撮影できましたね。ありがとうございます。沖縄ではご飯食べてばっかりだったっていうお話なんですけれども、はい、写真集に向けて体作りをしたっていうようなことはあるんですか。実は3ヶ月間ジムに通ってました。くびれを出すっていう、水着を着るカットがあったんですけど、ちょっと腹筋割って臨もうとしたんですけど、ちょっとご飯が美味しくてたくさん食べちゃいました。それ周囲とか自分の中で
止めたりは特にせず、もう自分の思いを優先したっていう感じなんです。途中からの健康的に痩せようと開き直ってもう3ヶ月間ちゃんとジム通って。ご自身の中ではその体作りっていうの成果は出ました？実際写真の中で。点数で言ったら40点です。ちょっと低くないですか？沖縄のご飯があまりにも美味しかったです。ご飯がまずければそこはもう少し点数が高くなるかもしれない。はい。ありがとうございます。